アンタスデウジャは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体で、コマルカダウジョーアニ属す。ス。2009年の人口は、ガリシア統計局によると2407人である。住民故障は、規範では認められていないものの、男女同系のヨアが使われる。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.74%。アンタスデウジャは、ルーゴ県の西南部に位置し、 コマルカダウジョーアに属する。北はパラスデレート、東はモンテローソと、南はタボアーダとロデーロと、西はアゴラーダの各自治体と隣接する。自治体の中心はアンタスデウジャ教区の同名のアンタスデウジャ地区で、県とルーゴからは4 5トルの距離にある。地形は基本的には平坦であるが、標高9 5 6ルのファレーロ山さんと、 オルベーダ教区に発するウジャ川とその水系の多くの支流が流れている。アンタス・デ・ウジャの人口は28の教区の132の集落に分散している。アンタス・デ・ウジャの領域での最初の人類の定住は新石器時代に遡ると考えられている。自治体内には古墳やドルメンなど多くの巨石文化時代の遺構が残されており、これらは総称してアンタと呼ばれ、 自治体名のアンタスはこのことに由来している。青銅器時代については、銀製の方形の螺旋状の装飾品が発見されており、これは現在ポンテベドラ県立博物館で見ることができる。青銅器時代からカストロ文化時代へ至る時代、洞窟壁画が盛んに描かれていた頃、この地は金属取引に強く結びついており、ペトログリフが刻まれていたと考えられている。 自治体内には多くのペトログリフが残されており、その保存状態はガリシアの他の地域に比べても良好である。残されているペトログリフは合わせて54あり、4つのタイプに分類されている。紀元前4世紀からローマ帝国の崩壊までの間、ガリシアのほぼ中央に位置するこの地はカストロ文化についても重要な足跡を残している。多くのカストロが発見されており、 この地にはその時代、多くの定住者がいたことが伺われる。自治体市長は、ガリシア国民党のハビエル・バレエラ・ペレス。自治体表議員は、ガリシア国民党、六、ガリシア社会党、三、ガリシア民族主義ブロック、二となっている。アンタス・デウジャは28の教区に分けられる。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。